はい、じゃあ本日はお疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ名前を教えてください。辻元龍之介です。はい、じゃあ今日の自分の中で一番いいプレーは何でしたか。ワンツーでその、ゴール近くまで運べたことです。ナイス。じゃあ好きな選手はいますか。清武が好き。どういうところが好きですか。全部が好き。じゃあ清武みたいになるにはどうしたらいいと思いますか。もっと練習とかそういうのいっぱいやればいいと。じゃあ頑張ってください。はい。普段自分で練習してることありますか。リフティング100回、あとマスタリー、あとパスパスとかです。そういうのを自分でやってるんですね。じゃあこれからも続けて頑張ってください。はい、じゃあ最後にお母さんお父さんに感謝の言葉があればお願いします。これ払ってくれてありがとうございます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。